第6章神々による国譲り神話 6-1 天地の戦い。剣を雷の想定通り一進一退攻防だったが、戦況は数で勝る剣魚明宝軍が優勢になろうとしていた。その時、剣魚明宝軍の後方の兵士が叫んだ。なんだあれは。それは四本足の鹿のような動物に乗って後方から近寄ってくる数十の剣を雷の兵士だった。剣魚明宝は参謀に聞いた。あれはなんだ。異国の馬というものです。以前一度だけ見たことがあります。剣を雷は切り札として馬を用意し、兵と共に分からぬように立てる魚明宝軍の遠く後方へ隠していたのだ。馬上の兵はそれぞれ一本の木の杭を持っていた。その杭には馬の手綱がつながれていた。その数10頭の馬から飛び降りた兵は自分の重さと勢いで杭を砂場に深く刺した。これで馬が自由になることはない。彼らは弓矢を放ち、矢を使い切ると剣を抜いて剣魚明宝軍に後方から襲いかかった。挟み撃ちを受けた剣魚明宝軍は崩壊し、バラバラに逃げ出した。ここぞとばかりに一気に立てるお雷率いる本隊の兵士が襲いかかった。これで剣魚明宝軍は完全に崩壊し、勝敗は決した。 6-2 鹿村とシャーマン。剣魚明宝は敗戦の将として天竜川を遡上し諏訪へ逃げていた。その間、剣を雷軍は必要に掃討戦を行いながら剣魚明宝を追っていた。剣魚明宝連合軍は一人また一人と姿を消し、今では数名の部下が残るに至った。天竜川沿いに逃げている最中、モレヤ族から諏訪の入り口にはすでに立てる御雷軍が陣を引いている情報を得た。モレヤ族は剣魚明宝を山奥にあるモレヤ族の隠れ集落へと導いた。剣魚明宝はそこで傷の手当てを行った。傷は深かったが、しかしモレヤ族の少女の看病のおかげですぐに治った。その村はモレヤ族の御作地を祀りるために毎年諏訪へ75頭の鹿を届ける、そのためだけに存在する村だった。その町の娘が多魚明宝の手当てをしてくれた。彼女の薬草に対する知識は深く、シャーマンとしての霊力も持ち備えていた。看病が続く間に彼女と剣魚明宝は愛を語り合う仲になっていた。数ヶ月後、諏訪のモレヤ族が村へやってきた。諏訪は剣を雷軍によって占領され、モレヤ族は捕まり、今後どうなるかわからない状況だと報告した。剣魚明宝は一人で諏訪に行こうとする。そこで町の娘が途中まで同伴することになった。現在の噴杭峠あたりにモレヤ族に伝わる神の剣が隠されている。それをあなたに渡したい。きっと神があなたを守ってくれる。娘はそう言った。その場所に着いた剣魚明宝は川にくるまれた短剣を手にした。それは年月を感じさせない光り輝く片刃の剣だった。剣魚明宝はそれを腰につけると娘と別れた。自分の命が彼女の腹に宿っていることも知らずに。